異常気象ってやつ？じゃあ座って。主よりお言葉です。姿勢を正して聞きなさい、囚人。今度は行かれる者の心を解き放ち、過去の亡霊から救い出したようだ。これも更生への一歩。お前は確実に前に進んでいる。主からのお褒めの言葉だ、光栄に思え。ところでまた気になることを耳にしたな。科学者による研究、やはりあの世界は密かに知れているようだ。しかも研究は奪われ、悪意ある者に利用されている。お前の構成とどのように交わっていくのか。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。私の助力があるとはいえ、油断はしないことだ。さもなければ足を救われるかもな。よし。近いうちまたお会いしよう。時間だ、囚人。さてと。
よし。異常気象ってやつ？
ふざけんじゃないよ。よし。
お願いします。参ります。
てと。やれやれ。探りましょう。これで良いのか？かもなく、すぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かった。二人とも始めるのだ。よし。やめるのか。見るのですか。あなたの奇跡です。このペルソナです。相応の代価は必要です。ではお持ちなさい。もう終わりか。
見るのです。閲覧なさい。この総合の代価の手はお持ちなさい。もう終わりか。せいぜいあがけよ。皆さん、さすがに暑いね。ありがとう。ありがとう。よし。ああ、皆さん、私は。私は ですが。ありがとう。よし。ではまた。
てと。なあ、おい、ちょっ、ごめんね。頼んだぜ。やるか。I'm
べやべえじゃん。ご来店ありがとうございます。どういうこと？
よし。おや？よし。お願いします。よし。ではまた。よし。双葉。オレンジジュース、果汁20%の。そういや明日フミだろ。花火の分も楽しんでこいよ。雨外しすぎない程度にな。花火って？あ？双葉は知らないか。花火大会、雨で中止になったんだよ。人混みに揉まれた挙句、濡れネズミになって帰ってきたっていうオチだ。花火か。こんにちは。ああ、いらっしゃい。おや？君、あれ、知り合い？あんた、確か明智です。ああ、テレビとかの探偵さんが何の用だい？想像してた以上だな。雰囲気いいよね。紗英さんが推薦するだけのことはある。はあ、知ってることは全部話したぞ。もう話すことはねえ。いや、そういうつもりはありません。美味しいコーヒーをいただきに来ただけですよ。ああ。そちらは？ああ、君が一色若葉さんの。注文は？じゃあ、おすすめを。はいよ。
なんか僕どこに行っても歓迎されないね。すまない。僕の母はろくでもない男と愛人関係だったらしくてね。僕を身ごもった後、手ひどく捨てられて、失意で体を壊し、早くに世を去ってしまった。おかげで僕はいろんなところを転々とさせられて、まあ今じゃ気ままな一人暮らしだけどね。そうそう、メジエドだけど、ハッキングで退治されるとはね。怪盗団が倒したのか、熱狂的な信者がやったのかはわからないけど。名前双葉ちゃんだったかな。サエさんから聞いてるよ。君くらいの年代の子は怪盗団のファンが多いようだけど、君も好きなのかい？どうしたの？名探偵明智こそ第二期ありがとう。まあ怪盗団なんかと同じ土俵で比べてほしくないけどね。うん、おいしい。君は毎日飲めるんだろ。うらやましいな。まさかこの店の居候だったなんてね。君とは何か縁を感じるよ。ありがとう。場も人も巡り合わせだと思う。君と話していると不思議と思考を刺激されるんだ。これからちょくちょく通わせてもらうよ。よし。やりたい。買ってきたからやろう。うん、帰りにモナと会ったけど。宗次郎呼んでくる。危なかしいからつけてみたが、あいつはちゃんと一人で買い物していた。ここまでできればもう問題なさそうだな。名探偵の質問もうまくかわしてたし。再開するぞ。待てて双葉、まだタバコの火が。お前ら我が輩に煙かけんな。へそっ、日本通り、うりゃー、人の話を聞け。おい、猫が嫌がってんぞ。動物に火近づけんなよ。すっげえでっかい玉できた。宗次郎、ほら見てみろ。おう、気をつけてな。夏の思い出ね。よし、次は10本取り行く。あ、やめろ。
やるか。